南。もちろん信長は詳しいに違いないが、たまたま安土で見かけたり、人の噂や茶室付き合いの程度のものでは、こう二人の町人が一体何の理由で諸侯以上にも信長の長と信用を得ているのか、その素性と本質の理解に苦しむのは当然である。今宵は面白いものに合わせてやる、とかねて言われていた信忠にしてさえ、時折には面白くも何ともない顔つきが見える。ただ信長と彼らの間にひとたび南の話が弾むと、これは信忠にも興があった。ことごとに耳新しく、彼の若い夢やら大志を駆り立てた。深い理解のあるなしにかかわらず、南は今や知識あるものの関心の一つだった。目覚めた天正の文化は、その本質の日本性に悠長な海外からの文物に刺激されていた。鉄砲渡来以後の目覚ましい社会面の変わり方はそれによるものである。ポルトガル、イスパニアなどから相次いで渡ってきたおびただしいバテレンたちがその媒介者であった。南の知識も当初はもっぱらそのバテレンたちによって伝えられてきたものが多いが、ここに今宵いる姉妹宗室のごときは必ずしもそれから示唆を得て今の家業を始めたものではない。同行の神谷宗旦の父の小作などはもう天文初年頃から朝鮮へも渡っているし、中国にも行き、アモイ、カンボジアなどとも交易していた。それ以前の家の業はいわゆる山師で、石見銀山の採掘をもっぱらにしていたものだが、同じ富を掘るものなら海外の無限な天地に求めるべきだと貿易へ転業したのである。海の彼方だ、物は南にある、としきりに彼を示唆したものは、後に西方から来たバテレンではなく、その地理上当然九州博多の一端を巣としていた我が和光の友柄だった。で、宗旦はその父の引用を受けて、今ではルソン、シャム、カンボジアの数か所に支店まで設けていた。南市の端の実を移入して青楼の方を開き、内地の世の灯火をより明るくしたのも彼であり、海外の冶金術を入れて改良を加え、いわゆる南蛮鉄の精錬をもたらしたのも彼だと言われているが、人もしその功を称えれば、そんな小さなことではまだお褒めに預かるほどなものではありませんよ、とむしろ恥じるように言葉を低めるのが常だった。姉妹宗室も同じ海外貿易をなりわいとする町人で、宗旦の家とは親戚にあたっている。九州の諸大名でこの家の金を借りていないものはない。港には十数艘の大船と数百の小船を持ち、家には常にたくさんな武士と過去とも商人ともつかない男を養っている。彼らは特には八幡大菩薩の船旗を下ろしていたが、海洋を見ること、平野を見るごとき端と、生死に顧みることなく、乱乱の目を絶えず海潮の彼方に向けて、男児の行はそこにありとしている気質とは今もまだ決して変わっていない。とにかくここでは一茶人に過ぎないが、姉妹宗室も神谷宗旦も九州の家にはそういう事業を持っている人々だった。総じて一人部門の出に限らず、天正という今の世代を見るに、町人の部門にも実に人物はある。部門に信長、秀吉、家康があれば、町の部門にも町人の信長、町人の秀吉、町人の家康がいる。それも九州博多ばかりでなく、堺にはいわゆる堺商人の商もあるほど、
天王寺や宗宮、千の宗益、松井勇館など当代の武将にごしても人物達しき決して見劣りしない傑物は何人となく数えられる。地政上博多町人は信州の旧と鈍海の豪気に秀で、堺町人は経営の才と文化性に富み、またこれを政治に結ぶことを忘れない特性を持っていた。貿易家とも呼べようし、政商とも言えるであろう。それらの町人に対して信長は表面茶遊をもって接しているが、戦国家の経済から文化政策、対外国の諸問題、例えば対バテレン策、あるいは将来の海外遊飛にわたる抱負までを何くれとなく諮問していた。信長の海外知識はほとんどこれらの人々から茶を飲む間に学び取ったものといっても過言でないほどである。今も信長が話に我を覚えなくなると南蛮菓子へ手を出していくつでも食べる様子を見て、姉妹宗室が、それには砂糖というものを用いてありますから、お休みの前にたくさんはおよしなさいと注意すると、信長は砂糖は毒かと尋ね返した。宗室はそれに答えて、毒にはなっても薬にはなりますまいな。一体バンドのものは濃厚で、日本の味は淡味です。菓子でも干し柿や餅の甘みで十分舌に足りていたものが砂糖になれると、もうそれでは堪能しなくなります。九州にはもうだいぶ砂糖が渡ってきておるか。あまり入れません。蛇形ら砂糖一斤に黄金一辺の引き換えでは、あまりにこちらの割が合いませんから。そのうちに砂糖きびを白菜して団地に移植してみたらと考えていますが、タバコと同様、これも国内に広まっていいものか悪いものか考えさせられます。そちらしくもない。信長は一笑した。狭く考えるな。良いも悪いも一括されて迫害されてくるのが文化の特質だ。引く気へ水のつくように、ここ当分はとうとうと西洋南洋からいろいろ雑多に入ってくるだろう。今やそれの当然は止まらない勢いにある。ご気象としてその広大なお心はわかりますが、それに任せておいてもよろしいものでしょうか。といたせば手前どもの商売は大変やりよいわけですが。よいとも。新しいものはどしどし入れるがいい。はあ、その代わり噛んで吐き出せよ。吐き出せとは。よく噛んで、良い質は胃に取り入れ、カスは吐き出してしまうことだ。それを市民が心得ておりさえすれば、何を白菜しようと司祭はない。いけません、いけません。宗室は手を振った。頭から反対なのである。信長の言に対して、しかも国政の方針へ、彼はズバズバ私見を述べるのであった。天下人のお待機としてはまさにそうあるべきでしょうが、近頃心痛に耐えないものを見ておりますゆえ、にわかにご同意はできません。何を見てか、異教の蔓延です。バテレンの問題か。宗室、おことも寺に頼まれたの。ちとお下げすみが過ぎましょう。大徳寺などもこちらの方が良いお客様ですよ。真実国を憂いてのことでございます。宗室は真面目に国政上の進言を呈した。今日連れの宗旦と本能寺へ来る折、空堀に落ちた子供を見かけた事実を例に挙げた。それに対する3名のバテレンの行動がいかに殉教的で庶民を感動させなければおかないものだったかをまず話して、ここわずか10年とも言わぬうちに大村長崎はもとより九州四国の遍路、また大阪京都堺などにかけても、先祖からの仏壇を捨てて八祖教に帰依する者がどれほどあるか底知れません。ウフ様にはただいま何を日本へ白菜しようと噛んで吐き出せばよいとおっしゃいましたが、
注文の儀だけはさようにも参りますまい。噛めば噛むほど魂までが異教の風に化して貼り付けになろうと首を打たれようと異教を改めることはいたしませんでな。信長は黙ってしまった。これは問題が深刻で、一言に言うには大きすぎるという顔色である。彼は永山を焼き根五郎を攻め、日本在来の教団に対してはかつての兵小国すら成し得ない暴をもって承服させてきた。弾圧などという手ぬるいものではない豪華を下し、検察をもって臨み、ために一応の処理はついたかに見えるが、今なおその恨みは決して信長ある地上からは言うべくもあるまいことを誰よりも彼自身が知っていた。その反面、宣教師らには南蛮寺の建立を許し、布教を公認し、折々の教演にも招いたり、これを荒野や根頃の層から見れば、彼は一体いずれを異国人として見ているのかと対抗したいくらいなものがあったに違いない。登場風神。信長は説明を忌む。何につけ説明しきってしまうことが嫌いである。言い換えれば、人と人との直感を尊ぶというよりも楽しむといった方が適切かもしれない。宗旦と今度は向きを変えて新たな相手へ。どうだな、おことの考えは。おことは若い。老宗室とはおのずから違うものがあるだろう。宗旦は慎重な顔をしてしばらく職を見ていたが、はっきり答えた。やはり宇父様の仰せられたように、異教のことも噛んで吐き出すでよろしいのではないかと思われます。いや、ただいまそうふと悟りました。それよそれ。信長は我が意を得た者のごとく転じてその目を宗室へ。案じるな、大きくつかめ。いにしえ道真公が和魂関西と唱えて、時の人の兵風と遣唐使の姓を戒めたことがあるが、東風の移入も西王の白菜も、春なれば春風の訪れ、秋なれば秋風の湿り、この国の梅や桜の色は変わらぬ。むしろ池の水に雨が注げば池を新たにする。本能寺の堀をもって海洋を測るから間違ってくる。そうじゃないか宗室。いや、わかりました。まこと堀は堀で、海の外は海の外よ。おゆれば、いつか姉妹宗室も堀の河津となりましたかな。どうして、そちはクジラだ。いや、とんと眼福の狭いクジラではありました。堀という言葉から思い出されたか、気がつくと伽藍の天井高く夜気は更けて、遠くに堀の河津の声がする。たぞ左右表。後ろに居眠っている小姓へ言いつけて、信長はなお夜に明かない顔をしていた。もう食べもせず飲みもせず、夜話の経があるだけだった。お父上。信忠は膝を滑らしかけて、夜もだいぶ更けました。私はおいとまをいたします。まだよいまだよい。いつになく信長は止めた。二条ではないか。更けたとてすぐそこだ。春長剣はすぐ門前。博多の客殿はまさか博多へ帰りもなるまい。いや、手前だけは。と姉妹宗室も帰る体を示して、明朝会う約束のものがございますゆえ。では泊まるのは宗旦一人であるか。私は殿井をつかまつります。茶室の後片付けもし残しておりますから。宗旦の泊まるのは信長のためではあるまい。大事な道具を携えてきておるため、道具の殿井に残るのであろう。ご検察にたがいません。正直に言いおるわ。一生してからふと後ろの床を振り向いて、
液管の一服を開かず見つめ出した。さすがにこの木形は良いの。近頃の眼福、信忠もよう見ておけ。これがかねて噂にも聞く木形の遠歩規範の図。なんと宗旦は良い名服を所持なす男ではないか。がこの男、かほどな名画をもって持ち負けせぬ男かどうかの。突然宗旦大口開いて笑い出した。これでこの男の面目は役女と見えた。目に信長もない笑い方である。宗旦、何を笑う。すると宗旦は傍らの人を顧みて、ご覧なさい、ウフ様がまた例の新参希望をもって私が所持の木形の一服を召し上げようとなされていられる。この男が遠歩規範などもって持ち負けせぬかななどというお言葉は、そろそろラッパを放って敵国を降乱しにかかっているものです。おじご、あなたのご秘蔵の鳴らし場の茶入れもお気をつけなさいよ、となお笑いやまない。これは当たっていた。さっきから信長の目はそれを明らかに渇望しているけれど、島池の鳴らし場の茶入れも、神明に伝来する木形の遠歩規範も、共に博多の名物として有名なものだけに、信長も無下に言い出しかねていたのである。が今持ち主の宗旦の方からこれを表面化してくれたのは、さほどお望みならば心情してもよいと約束してくれたも同様だと信長は考えた。なぜならば、こう傍若無人に人を笑っておいて、その挙句その人の欲するものは与えないという条理はありえないからである。で信長もいや、宗旦も隅には置けない。信長の年頃ともならば、やがては遠歩規範をもっても叱るべき茶人となりえよう。それまでは安土へ預けおくことじゃな、と戯れのうちに真意を吐いた。これはいずれに置くのが正しいか、数日後堺の宗益殿、宗久殿などともお会いしますから、よく一同で熟議しておきましょう。まったくは筆者の木形その人に正すのが一番ですが。信長の機嫌はいよいよ麗しい。それからも自身が職を切ること数度だったが、白湯のみ飲みながらなお時の移るも知らない。夏の夜とて伽藍の仕留みも扉も皆開け放してある。そのためか当家の家食は絶えず揺らぎ、夜霧の傘がぼっとかかって、木形描く遠歩規範の支柱の隅にまでにじみ合うような湿度であった。もし誰か当家占いをなす者がいて、この世の明かりに対していたら、すでに何かの強調が夜霧の傘や長寿の明暗にも占われていたかもしれない。表の寺門を叩く音がした。ほどへて近所から中国の戦場からお飛脚が今到着と披露してくる。それを潮に信忠が立ち、宗室も辞した。帰るか。信長もついに一緒に立って、橋廊下の小なたまで共に歩いた。御しなされませ。信忠はもう一度橋廊下から父の影を振り向いた。村井春長犬親子はそのそばに試食を持ってたたずんだ。もとより何の予感があったわけではないが、親子が根性の英別を一瞬惜しみ合うために、その試食はしばし夜風に燃えているようだった。本能寺十余房の同社伽藍は炭の予防に寝沈んで、夜は根の下刻午前一時を過ぎていた。